皆さんこんにちは。放浪者の情報がようやく公式から素材と一緒に告知されたので、事前情報で考察していく動画になります。よろしくお願いします。はい、まず放浪者の性能概要ですが、空を飛べるメイン風アタッカーになります。スキルで飛翔して、そこから空中で斬撃を放つキャラクターになり、触れた元素で様々なバフを得られるキャラクター。それでは、事前情報を細かく見ていくとしましょう。はい、まず素材からですが。放浪者の素材は風のクリスタル。そして、ルッカデバータだけ。こちら168個90にするのにいります。そして、武士の素材。レベル上げるには下から、18、30、36個必要です。続いて、遺跡ドレイクの素材46個必要になります。どのキャラでも最低80突破まではしたいので、使う上では必須の素材かと思います。続いて添付素材は、厚雪が必要で、水曜日、土曜日、日曜日の素材。アプデが毎回水曜日なので一応当日でも集められます。必要数は下から9、63、114ですね。武士は添付には、18、66、93個。まあ、オール10に必要素材なので、実際は最上位の素材必要数は少なくなります。666まで。中間レベルの素材だけ集めて様子見が無難でいいかと思います。続いて、通常攻撃と銃撃について。通常が前方に斬撃を飛ばして、銃撃が三国無双の四角四回三角みたいな感じ？上に打ち上げそうなモーションのやつですね。で、ここからわかることなんですが、意外と通常攻撃の射程は長い。どこまで敵をターゲティングするかはいつも通りなのかな？そして、元素スキル。こちらは、スキル使うと割衝します。放浪者の横にある、青いゲージが、スキル中の専用スタミナゲージで、これがなくなると地に落ちます。そして、こちらに関する説明が、この専用のスタミナを、空母翼。空中で脱出するときやさらに高度を上げるときに、余分に空母翼を消費するよって感じのことが書かれています。そして、元素スキルの戦闘性能についてですね。元素スキル中は先ほども言った通り割衝し、空母翼のある限り継続するのですが、通常攻撃と銃撃がどちらも変化します。そして、見てわかる通り落下攻撃が発生しなくなります。また、空中での攻撃は、通常攻撃、銃撃ダメージとみなされるので、北斗や雷主人公の、通常攻撃がヒットした時、という条件を、満たすものかと思われます。そして、攻撃ヒットで粒子が発生するタイプかな？はい。銃撃がヒットした後に、粒子っぽいのが出ているので、良い宮とかタルタリアみたいに、スキル中の攻撃ヒットで粒子発生の可能性が高そう。飛翔時には粒子出ていないというか当たってないので、こちらは実装後に確認するしかなさそうですね。続いて、スキル発動時触れた元素によって、様々なバフを放浪者は得ることができます。同時にバフを得られる元素は2元素までで、ナヒーダのように同じ元素が2人いると、とは書かれていないので、このままの数値なんでしょう。こちらは固有添付のようなので、上昇値もこれで固定のようです。探索で使うなら水と合わせて、空母翼上限アップが良さそうですね。炎、氷、雷は、元素共鳴と同じような内容ですね。あれ、雷共鳴ベースだとしたら異常に元から強くされてない？いつ雷共鳴強化してくれてもいいのよ。もう、雷の国終わっちゃったしね。ちなみに、触れた元素は背中の輪っかでわかるようです。右上と右下なのはなぜ？続いて、元素爆発ですね。こちらは、単発ではなく多段ヒットであることが判明。また、
空中で撃てば浮遊状態が解除されるようなので、浮かぶ前に撃つか、浮かんだ後の締めに撃つことになりそうですね。幸い、放浪者は砲機でヒットストップがなさそうなので、爆発のローテーションが組みやすそうな上に、コンボの締めに撃つなら締め縄とも相性が良さそうです。一応、ホヨラボで紹介されていませんが、公式放送では固有テンプ2についても解説ありましたね。浮遊状態で通常銃撃が命中すると、特殊効果が得られ、空中ダッシュのゲージが未消費になったり、追加で風の矢を放つ。これが、スキルダメージ扱いなのかすごい気になるね。で、ここまでの情報の懸念点ですが。はい、放浪者には中段耐性に関する記述がありません。さすがに中段耐性無限とかになるなら記述があると思うので、どの程度のものなのか、かなり大事な気がします。ちなみに砲機は片手剣など近接武器と比較して、よろけ地の蓄積回復時間、よろけるまでの蓄積値最低値が、弱めに設定されているので、壊れすぎないように兵像とか放浪者、タルタリアのようなキャラが、弓矢砲機なのはそういう理由なんでしょうか。それでは、相性が良さそうなキャラを考察していきます。一応同時に二元素までバフが受けられる。とは書いてるんですが、スキル発動時。ということを考えると、感電とか氷入り超開花とかしない限り、基本的に一元素しか実際はバフできないかも。おそらく一枠はファルザンに固定になると思います。風バフ、風ダウンなどができるので、風アタッカーには貴重でしょう。また、ファルザンの性能次第ですが、4突以上の陣座2枠目も良いと思います。回復、2突で攻撃速度、4突で風ダウン。そして、貫突すればダメージカットもあるので、枠圧縮の意味では全然候補かと。そして、炎枠はベネットが今のところ最有力候補で、自身に炎元素付着もあるので、敵への付着を調整すれば、敵に水元素付着、自身に炎元素付着で、二元素同時にバフできる可能性があると思います。水枠は中段耐性の行く空きやダメバフができる A ランでしょう。ここ見は編成次第ではあると思うけど、四突陣の方が仕事しそう。でも、探索で放浪者を使う場合は、放浪者、カズハ、ここ見は A ラン、フィッシュルなど、ってなるのかな。フィールドの敵は弱いので、フィールドでは放浪者が金箔持ってもいいかもね。氷枠は、シールドならレイラやディオナ。公式配信で流れてたみたいに凍結するなら、ロサリアとか候補に上がるかな。雷は、通常に追撃があるフィッシュルや北斗が良いと思います。その他、岩、草ですが、章のようにアルベド、勝利編成も良いとは思いますが、固有テンプ1個完全に無視するのはもったいな気がする。勝利入れるならチャージ爆盛りで火力大幅に下がっていても、北斗入れて放浪者が元素に触れられるようにするのが良いかなと。草は風に枠するならなしでしょう。また、激化する場合はナヒーダ編成に入れると、スキルの飛び上がりの時に雷に触れられない可能性もありそうです。ナヒーダ編成は付着の順序にかなり依存しちゃうしね。そんなもんかな。実装後は編成単位でおすすめを紹介する予定です。で、生物と武器は軽くいきます。個人的に注目はこの4つでしょう。まず、砂上は言わずもがな。2セットで風元素 15% と攻撃速度アップやら、放浪者のための生物ですね。余興は通常ベースのようなのであり得る。締め縄は爆発の重さと改造になりそうですが、ローテーションの最後に爆発を打つことになるのであれば、爆発の重さ、編成次第、で、締め縄も全然候補に入るかと。風4はシャンリン行く空きベネットみたいな。安定の3キャラとかに風枠として入れる場合、耐性ダウンも考えて風4にする方が良くなりそうではあります。って感じで、注目生物でした。続いて、武器考察。モチーフは言わずもがな良いでしょう。四風原点、そして天空の巻。今回は久々の攻撃力3章っぽいキャラなので、どちらも適正値高いと思います。
そして、流浪学賞は相変わらず無難に強い位置だと思います。熟知引くと外れではありますが、岩に風にとすることは珍しいかと。飛行放棄は、バフ継続時間が6秒なので、浮遊状態の時の固有テンプの風の矢が、スキル扱いなら継続時間を維持できそうで、違えば、優先度が下がるかと。とはいえ、会心武器なので、ゴリゴリのアタッカーっぽい放浪者には良いでしょう。この中にないものだと、通常と銃撃を強化するドドコや、フィールド探索で使うなら枠圧縮で金箔握ったり、爆発の重さ次第では機械を握ったり、特に機械もドドコもない新規の武器選択の幅は狭いかもしれないね。アタッカー運用がメインとなれば仕方ないことではあるか。一応、西風や金箔、竜殺しなんかは、編成次第では考えられる選択肢の一つかと思います。ということで、事前情報で考察していきました。実装後はどうなるのか、楽しみですね。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。